田形平野の一部と富士山田形平野は静岡県の東部伊豆半島の付け根に位置する中石平野である。平野は足高山、箱根山、西浦山地、丹那山地に囲まれ仮の川とその支流である木瀬川と大場川などが流れる。北部では古くから東海道の宿場町として商業と住宅地が発達。南部では水田が広がり、一部では イチゴの促成栽培も盛んである。伊豆半島伊豆半島のランドサット衛星写真。スペースシャトル標高データ使用。約6000年前の縄文時代には、関心予の気候再温暖期による縄文改新のため、海面が現在よりも数メートル高くなり、沼津市から吉瀬川、下流、伊豆の国市の旧伊豆長岡町付近までは入り江で、コカリノ湾を形成していた。その後、 海面が低下し、仮の川とその支流が運ぶ土砂が堆積し、現在の姿となった。北部には、古くから、東西に、東海道が、南北には、下田海道が発達していた。それらが現在では、自動車社会に合わせた整備によって、多少位置が変わり、国道1号、国道136号となってこの地域の交通を、支える。また、南北には、 伊豆箱根鉄道寸図線も敷かれ、沿線住民の足となっている。この地域では、1930年に玄関並町の丹波盆地付近で起こった北伊豆地震によって多くの死者を出した。また、古くから狩野川の氾濫によって何度も浸水し、1958年には狩野川台風によって甚大な被害を受けた。西浦山地の大嵐山から、 高田平野を望む左は、明日山の裾の、中央が、箱根火山。右のなだらかな稜線が、丹那山地で、そこから膨らんだ箇所が、黒竹下を流れるのは、仮の川。右は、三島市などの市街地。中央が、神波町の中心街。雲がなければ、明日山の後ろに、富士山が見える。ありがとうございます。